藤藤巻巻君日本維新の会の党藤巻たけしです4月の21日の決算委員会で、計画道路についてちょっとお伺いしたわけなんですけれども、昭和21年、約70年前に計画設定された道路が、まだ未着工であると、事業決定されてないところがあるという話だったと思いますと。 で計画決定をするということはそ、それ以降です、ね、木造2階建てぐらいの簡易な建物しか建てられないということで、これ、理由としては、そういう簡易な建物じゃない、健康な建物を建ててしまうと、道路を作るときに取り壊すのも大変だということで。 木造2回だってというふうになったと思いますし、そういう回答を得たと思いますけれども、70年もたって、そのままほったらかしたということはですね、要するに、その。 税法上の限界償却だって、鉄筋コンクリートを立てたとしても50年なわけですよ、それから前の決算委員会だったと思いますけれども、麻生大臣もです、ね、コンクリートの寿命が60年とかで、国の資産は60年だからということで、建設国債の償還期間を60年とするというお答えをしたと思うんですけれども、要は、鉄筋コンクリートであっても、70年も例てば駆逐しちゃうような時間。 それをです、ね、2階建てしか建てないでほったらかしにするのは、これ、憲法違反ではないのかという質問でありました。要するに憲法29条というのは、私有財産権を認めているわけで、財産権はこれを侵してはならない。第3項に、私有財産権は正当な保障のもとに、これを公共のために用いることができると書いてあるわけですけれども。 まあ計画道路を立てたあと、にもさせないで70年間放っておくというのは、まさに国民の財産権を何とと思ってないのではないかというふうに思って、先日お聞きしたわけです。で先日のお答えでは、これまでの裁判例では公共性に鑑みて、受任の限度内であるとされており、逸失利益も損しないという解釈から、憲法29条第3項に基づいて、要するに正当な保障のもとに、 私有財産は公儀のためにも知るってことができるということですね、それには、基づいて、逸失利益の保障を行った事例はないとのことでした、あそれは確かに5年とか10年間、ほったらかしにされる、これは順人任の期間だということが分かるんですけれども、70年もほったらかしにしている、それもです、ねえー、この前の御回等ですと、終戦直後に計,計画決定をされて、それでまだに未着工なのは2500キロもあるというわけですね。 要するに大阪、に東京2往復分ぐらいのところが、その70年近くにわたってほったらかしにされていると、これはあまりにも、その受任すべき、土地の保有者の受任すべき期間を超えてるんではないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。田国土交通大臣 ご指摘のとお通りでありますけれども、都市計画による制限につきましては、一般的に受任すべきものとされる制限の範囲を超えて、特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法29条第3項に基づいて、えー、損失保障を行う必要があると、こういう認識です。で 都市計画道路に関する判例におきましては、えー、都市計画事業は一般的に、えー、長期間を要するとこれはまあそのとおりだと思います結果的に一部区間が長期間着手されないとしても直ちに違法となるとは言えないとこうされていますでまあ,あ非常に長い期間、えー、全くそこが全部という事例というのはなかなか現実にはないわけでありまして できるところができ始めてきているというのもまた現状であろうというふうに思います。平成17年の盛岡市の案件についての最高裁の判決では必要性が見直されるべきであるのに長期間放置されているといった特別な事情がない限りは裁量の範囲内であり憲法に違反しないとこうされておりまして東京都においても都民の意見を聴取しながら 都市計画道路のの必要性の検証などを起こっているとい行っていいいるという状況にございます、えー、なお、国交省におきましては、地方公共団体に対しまして、都市計画道路の必要性についての検証を行って、その結果を踏まえて、廃止やあ復員変更など、適切な見直しを行うようにということを上限しているということは現状のところでございます。 藤巻武志君今、大臣が言及されました、昭和平成17年の判例を、この前の委員会の後ちょっと拝見したんです、見たんですけれども、あのときの判例というのは、その確かに60年たっている。 ですが第1種住居地域で、容積率が200%で、憲兵率60%ということで、確かにです、ね、2階建てに制限されてもほとんど経済的な損失はないわけです。ところがです、ね、都心にはその商業地域で容積率が500%で、憲兵率が80%というような地域が、70年もほったらかしにされているわけですね、あるわけです。で こ,れこの前のご回答によりますと、東京都の幹線道路ではだ、では第一京浜が港区芝4丁目や大田区東六道など6キロの区間、第2京浜については品川区戸越から大田区玉川間までの7キロ、近江街道につきましては、貫禄からと関南の間約3キロが事業未着手だと書いてあるわけです。 要するに先ほども言いましたように、10階建て高層ビルを建てられるようなところを、2階までしか建てられないといって、70年もですよ、ほったらかしにするのは、これはあまりにもひどすぎる、要するに、第四重戦じゃないんですから、で1回ビルが建って壊れちゃうぐらいの時間をほったらかしにしているというのは、あまりにもひどすぎるのではないかと、まさに私にとって考えてみればです、ね、これは主有財産権という、習財産権というのを認めてないんじゃないかというふうに思ってしまうわけです。で あの先ほど大臣は、一部、全部ほったらかしにしないで、一部残ってる地域にすぎないっていおっしゃいましたけれども、一部の地域の方々は、それこそ駐財産権を私にとってみれば、侵されてるわけですよ。ですから、それをほったらかしについて、計画道路決定をやめるとかね。 それとかもしくはその間の保証をするとかいうことを考えないで、一度計画設定をしたら70年なんと言おうと関係ないやというのは、あまりにも無責任ではないかと思います、でもしこれを大臣があの私有財産権の侵害でないというならです、ね、私は日本に私有財産権は存在しないと思います、まさに憲法解釈であっても、あそういうことなんじゃないかと思います。あのえー、正当なあ 保証なしにいくらでも私有財産権は没収できるというふうに思ってしまうんですが、いかがでしょうか。太田大臣あのご指摘のように、平成17年はですね、えー、これはまあ場所があ住宅地であるということがございます。でえー、委員のの指摘のもうすぐ商業地ととかいろろんなところでは えー、現実にはそこを置いておいて、えー、その背後にあるところにビルを建てるとかいうようなことをせざるを得ないというようなことで、えー、私も感情的にはよくそこは、えー、理解をしすあのするところです。えー、そこでまあ現状ではですね、えー、最高裁の判例等ではそういうものがあるということを私は申し上げ、えー、同時に、えー、各 地方公共団体についてです、ねえー、その必要性についての検証を行ったり、えー、廃止やあ务員の変更などを適切に、えー、見直しを行うようにということを言ってるわけで、えー、ございまして、えー、できる限りそこの現状というものに、えー、感情にも よくそこを理解して、対応するようにということが大事だということを指摘をさせていただいているところでございます藤巻武志君あの。理解できるのというのはいいんですけれども、日本はやっぱり法治国家なんですから、やはり憲法違反の可能性があるんであれば、きちんと正していただきたいなというふうに思います。でそれれちょっとあの方向を変えましして、えー、財務大臣後大臣臣にお聞きしたいんですけれども 実は私はあのかなりハイパーインフレを怖がっているんですね、この1018兆円という借金がありますと、まあ明日から消費税40%ぐらいにすれば大丈夫だと思うし、まあ、年金4分の1ぐらいにすれば大丈夫かと思いますけれども、そうじゃない限り、到底、財政破綻は避けられないとなると、残る手段というのはハイパーインフレしかないと思うんですよ。でこれは あの別にハイパーインフレ政策がいいというわけでは決してないですよこれはあの悪魔の政策なんですけれども、結果としてハイパーインフレにならないと、日本の財政は破綻しちゃ、と,とんでもないことになっちゃうんじゃないかと思うんですが、でかつアベノミクスというのは、正直、まあ、特に第一の,ようなの量的緩和というのは、それへ向かってのまっしぐらだと思ってるわけです。えー、まあアクセルを踏み込んでるんででるすけれども ブレーキはないわけで、すねで、まあ、昔戦争中に、えー、後にハイパーインフレを起こしておりますけれども、いろんな国で,で、それは別に戦争したからハイパーインフレじゃなくて、戦争するために軍備拡大のためにお金をばらまいたから、結果としてハイパーインフレになって、吸収する手段がないから、まあ、あのいろんなことになったわけなんですけれども。 日本もです、ね、今、別に戦争しているわけではないんですけれども、お金をばらまいているというの点では、戦争中の多くの国と同じわけです。 で実は日本は、まあ、あの昭和2年と昭和21年にハイパーインフレに備えて、新、えー、剣発行とおおお預金封鎖をしているわけです。まあ、この前、えー大臣、大臣はですねハイパーインフレ、ブラジルで私は見たとおっしゃっていらっしゃいましたけれども、大臣はですねブラジルだけじゃなくても日本でも見てるはずなんですね、なぜなら昭和21年のハイパーインフレがありまして、預金封鎖がありましたから。ででその時にですね あのなぜ、えー、預金封鎖、真剣発行をやったかというと、それはまさに、えー、ハイパーインフレを抑える穏やかな方法がなかったで、今、日本の,その黒田日銀総裁曰わく出口がまだ時期尚早とおっしゃって くれないんですけど私は出口がないと思ってるんですね、戦略がね、まあ、それはあるないは別としまして、となると、やはり戦争直後と同じように、ハイパーインフレのリスクがあるんじゃないかで確かに昭和21年というのは戦後なんですけれども、これ明、明治憲法下で明治憲法下で預金封鎖と新権発行するというのは、なんとなく、まあ、私有財産権あったけれども、まあ、明治憲法下だったらないのかなと思っちゃうんで、まあ、そうかなと思うんですが。 これ今の,その計画道路の話を聞いてるとです、ね、今の憲法下にあってもです、ね、本当に私有財産権ってあるのか、私有財産権がなかったらば、将来ハイパーインフレになったときに、また預金封鎖と親権、えー、発行をやっちゃうんやから、まさに国民から財産を持ってっちゃうことですからね、非常にこう私はこう心配してるんですが、今の憲法下、私有財産権においてです、ね、預金封鎖と親権発行ということは。 あり得るのかそれは今のどうかということをちょっとお聞きしておきたいです、まあ、今時期、まさに時期尚早でそこまで考える必要ないというふうにおっしゃるかもしれませんけどまさに憲法解釈として、預金封鎖と親権発行は私有財産権を侵害しないのかどうかでちょっとお聞きしておきたいと思います麻生財務大臣。仮にいつも、藤巻先生からまあ同様な質問と同じ、全く同じではありませんけど 似たような質問を頂戴したんですけれども、この私有財産権との関係につきましては、まあ、これは基本的には条件がありまして、どのような状況下でやるかとはどのような仕組みで実施するかとか、それにより国民経済にどのような影響が与えられるであろうかとか、いうようなものによって、ケースバイケースで考える必要があろうというのはもう当然だと思いますが、最終的にはこれは、司法の判断によるんだと思いますね。 だからお尋ねのように家庭の質問についてはこれは財務金融担当大臣までうかつなことは言うなこれは危なくてしょうがないんでこれはとてもじゃないけどあのまた藤巻に載せられてお前余計なこと喋るなって言われる話だけですからあのやめあの控えさせていただきますがいずれにしてもこのハイパーインフレーションというのは私もこの間も同盟しました。私そのまさに あれはデルフィンネットが財務大臣でしたかねあの時ブラジルでハイパーインフレーションで1300%ぐらいのハイパーインフレンションで済んでたことがありますんであのどのようなものかっていうのはあのかなり経験者として経営者してましたんでハイパーインフレになるとえらい目に遭うっていうのは朝の値段と夕方の値段と違いますんで。 いろんな意味でやない目にあったというんで私どもとしてはそのような事態が招くことがないようにやっていくのが我々の仕事なんだと思っておりますいずれにしてもあの急速なインフレとかいうようなことをこれはかかって日銀のいわゆる物価安定を図るというこの日銀の,あの仕事に主になっていくんだと思いますけれどもいずれにいたしましても私どもとしては。 少なくとも他の国と違って、自国で自国の国債を通過しております、数少ない、自国通貨で発行しております、世界193区で4か国ぐらいでしょうか、そういった国なの一つなんで、私どもとしてはそういった財政破綻とかいうようなことが起きるというようなことを考えております。